目覚めて、ちょっと寝ては目覚めてみたい。熟睡はできないです。そんな遠藤さんの呼吸はここひれでした。呼吸ものすごく涼しいです。ここひれって文ちゃん、文ちゃん、文ちゃん、東京日本橋にあるこちらのデパート、お中元の商品として初めて取り揃えたのがフライパンで簡単に調理できるパエリアのキット、それに透明な瓶を使って見た目を華やかにしたデザートのセットです。新型コロナの感染者数が減少傾向にある中、これはいるよ、加藤ちゃんがいて、くるちゃん、2人目やってます、やらせてもらってます。超怖い、マジですか。